ク保さん、幸せって何ですかね髪の毛があることですかねすげえな、髪の毛。髪の毛、やばいっすよね、クオさん。<laughs> もう水ありますけどね。水が飲めることが幸せなのか。幸せって何だって話ですね。まあ、少なくてもですね、あのー、なんだ、お金がないよりはお金があった方がいいんで稼げばいいと思います。 でもお金がなくても幸せを感じることはできると思います。お金がなくても、あ、水が飲め、日本って水飲めるんだなって思えば幸せを感じれると思いますし、でも、いいなあ、あそこの家はとかね、いいなあ、あの車とか、他者と比較したら幸せは逃げるし、難しいですね。 ま、僕はね、あの、お金に関しては、本当に必要だと思うんで、必要だと思うし、あった、ないよりあった方が、ないよりあった方が、いいと思うんで、稼いだ方がいいんじゃないっていう。言い続けますけどね。ないよりあった方がいいでしょうと。え、ないほ、ない、ないままでいいんですかみたいな。いや、稼ごうと思えば稼げるんですよ、と。いや、別に、稼げなくないんですよ、と。麻雀店のおじさんも、稼げるようになりましたよ、と。やるんですかやらないんですか言ってらっしゃい。